はい、こんにちは。フューチャリストの友村です。脳みそアップデートのお時間です。このチャンネルは自分の力でお金を稼ぎたい人向けや投資家の方向けにですね、僕の独断と偏見で2030年のビジネスと教育の未来を予測しているチャンネルです。広島弁で何を言うのかようわからない人はですね、字幕をご覧ください。はい、今日の目次ご覧ください。今日の動画ね、久しぶりなんですけど、僕ねコロナでねずっと仕事休みよったんですよ。家族みんなコロナになってしもうたんですね。なかなかねしつこかったですね。高熱は出なかったんですけど、微熱がね下がらんのんですよ。なるほど、確かに普通の風邪とはちゃうないう感じでしたね。まあ世の中の旦那さんには理解してもらえると思うんですけど、最初ね熱が出た時は妻もね最初は心配して、大丈夫、仕事の疲れが溜まっとったんじゃろうね言うて、しっかり休めいうことじゃけん休みにさいね言うてね、優しく声かけてくれるんですけど、いつもの風と違って熱が下がらんのんでだんだんで、妻も僕より遅くに熱が出たのに僕より早く熱が下がって復帰しちょるんで、だんだんね妻のね機嫌がねおえーってなってくるわけですよね。わかるでしょ。最初優しかったんですけど、朝起きてね、どうなった、熱下がった、言ったら、まだ下がらんのよ、言ったら、えみたいなね、だんだん そんな風になってくるんですよね。でも僕のこのおでこを触って、もうなんか、もうなんかもう、最終的にはもう最後の方はもうただの仮病チェッカーですよね、もう。まあそれはね、3人の子育て任せっきりになってしまうんでね、まあそれはそうなりますよね。とにかくね、まあコロナになったら大変でですね、もう皆さんもぜひ気をつけてください。はい、ということで本題いきますよ。今日はですね、この4つのスキルがあれば、ビジネススキルがあれば稼げるし失業しないというテーマで話そうと思ってます。今日の話はね、もうずっと何年前から思っとったことで、いつか動画にしたいなって思ったんですよ。要はね、ビジネス書とか他のビジネス YouTuber の人たちがこういうビジネススキルがあれば稼げますよみたいな話っていっぱいあるじゃないですか、世の中に。でもあれがね、なんかねもう古いなって僕感じてたんですよ。ということで今日はですね、2030年に向けてこれから新しく求められるビジネスマンのスキルですね、先が見えない日本社会でどんなスキルがあれば食いっぱぐれないか、失業しないか、ますます稼げるかということで、4つのスキルに絞って話そうと思ってます。で、今日話すこの4つはですね、同じようなことを言ってる本とかってあんまないです。ビジネスマンのスキルアップ本とかにもあんまり書いてない本です。まあじゃけどね、未来予測なんでね、僕はフューチャリストとしておそらくこれからそういうインフルエンサーの人たちがこういうスキルがないとこれから厳しいよっていう話をする機会が増えていくと思ってます。ということでちょっと先取りしてですね、今日は4つのスキルを紹介したいなと思ってます。で、今日の4つのスキルとは別にですね、僕動画で日本で格差社会を生み出している4つの格差ということで動画を上げてますんで、前編と後編に分けてですね、こっちの4つはですね、今日話す4つとは全く違う4つなんで、こっちも大事な話なんで、もしよかったら概要欄貼っておきますんで参考に見てみてください。はい、じゃあ早速本編いきますね。目次1つ目、20世紀型スキルだけでは稼げないということなんですけど、これね別に20世紀型スキルとかって定義があるわけじゃないんですよ。要は皆さんがビジネスマンとしてこのスキルはまあ当たり前じゃろみたいな感じで常識としてこびりついてるスキルのことですよね。で、さっきも言いましたけど、僕はこれが古いんじゃないかと思ってるんですよ。どんなスキルがあるか言うたら、例を挙げますと、プレゼン力とか論理的思考力とか英語力とかもそうですよね。あと他にもいろんな言い方ありますけど、瞬発力とか継続力とかね、この2つは、瞬発力継続力に関しては元ベネッセとかマクドナルドの社長をやってた原田さんっていう人がビジネスマンとして特にこの2つは大事だって言ってますよね。あとはリーダーシップの力とか俯瞰する力とかコミュニケーション力とか、コミュニケーション力と一緒で空気を読む力とか、その逆ですよね、鈍感力とかね、他にも営業力とか課題解決能力とかね。もちろんね、皆さんビジネスマンとしての立場がありますんで、それに応じてね必要なスキルって違うじゃないですか。経営陣の立場なのか、中間管理職の立場なのか、若手社員なのかによってね、まあいろいろ変わってくると思うんですけど、で、今挙げたようなね、僕は勝手に20世紀型ビジネススキルって言いますけど、今言ったようなスキルは当然ですね、磨けば磨くほど自分の市場価値って上がっていきます。これは当たり前ですよね。でもね、考えてほしいんですけど、市場価値は上がるけど、じゃあ市場価値上がって稼げてますかっていうことなんですよね。自分が磨けば当たり前ですけど、皆さんのライバルも磨くんですよ。自分だけが営業力磨いて、みんな営業力が上がらないんだったら、それは自分だけ営業成績取れるじゃないですか。じゃあ自分の市場価値上がりますよね。そういうわけにいかんのですよね。当たり前じゃけど、みんな切磋琢磨しようんですよ、ビジネスマンは。そんな中ですね、時代が変わりよるわけですよ。ほいだったら求められるスキルも変わるんじゃないんかいうのが今日の本題ですね。そこで目次2つ目ですね、2030年も生き残るための4つのビジネススキルってことです。これね、今から4つ言うんですけど、先に言うときますけど、今から言う4つはさっき言った20世紀型に
置き換わるものではないです。ええですか？ここ勘違いせんでくださいよ。付け足しです。20世紀型スキルっていうのは別に古くなったって僕さっき言いましたけど、意味がないスキルじゃないんですよ。何度も言いますけど、市場価値は上がりますっていうか、必須です。必須だけど、それをベースとしてですね、さらに上乗せして21世紀型のスキルっていうのをつけていかには稼ぎにくくなりますよってことが今日言いたいんですよ。じゃあいつものようにランキング形式で第4位から発表していきますね。でもちろんこれは何度も言いますけど、僕の独断と偏見じゃし、今から言う4つはあんまり聞いたことないと思います皆さん。これでもですね、まあフューチャリストとしてですね、僕の言葉を信じてもらって、必ずこの4つがフォーカスされる時代が来ますんで。はい、第4位、これはですね、課題発見力です。この言葉はですね、僕の動画でも何回か喋ってる言葉なんですよ。実はですね、課題解決力じゃないですね、課題発見力です。課題解決力は20世紀型のスキルですね。これからの時代は課題発見力の方が大事ってことです。課題の解決はもうテクノロジーに任せるんですよ。学校とかでね、皆さんもよく習ってたあれですよ、課題解決能力とかって言われるのね。例えばね、まあ、社会科の勉強でね、じゃあ皆さんの町の海が汚れてますと、その海をきれいにする方法を考えてくださいみたいなね、グループで集まって話し合って課題を解決する方法を発表してくださいみたいな、こういうやつですね。これは課題が与えられて、その課題を解決するための能力を磨くための勉強なんですよね。でもさっき言った通りですね、テクノロジーがあらゆる課題を解決してくれる時代に今なっていきようんですよね。そんな時に大事なのって、課題の発見ですね。課題を見つける方が大事なんですね。Why、 なぜですよ。なぜと思う力の方が大事ってことです。ビジネスの世界ではですね、課題解決力イコールですね、新規ビジネス発想力という公式が成り立つんですよ。いいですか、これ大事なんでもう一回言いますよ。課題発見能力イコール新規ビジネス発想力です。このスキル持ってる人はね、失業しないどころか社長はね、手放しません、絶対に。僕もね、いろんな企業さんコンサルティングしてるんですけど、なんでこうやって断言できるかっていうのはね、こういう課題発見力って今まで社長しかいなかったんですよ、できる人はですね。ですので社長が課題を発見し、まあつまり新規ビジネスを立ち上げて、ほいで社員みんなで課題を解決していく、つまり新規ビジネスを育てていくってことをやってるんですけど、これまでの常識が通用しなくなったんで、会社としてビジネスのネタがいっぱい必要なんですよ。そんな時に課題発見能力がある人が必要なんですよ。そういうことができる人がおったら、社長はね、ぶち助かるんですよ。商売ってね、まあ基本的に人の悩みを解決してお金をもらうのがね、原則なんで、人がどんなことに悩みをよるかっていう課題を発見する人がやっぱね、重宝されるんですよ。で、これができる人がまあおらんのですよ。ほいじゃけんね、会社の中でレアキャラになれるんですよ。社会の課題、地域の課題、皆さんの会社の課題、皆さんの上司の課題、何でもいいです。周りの人たちが何に困っとるか。これを考えられる人になりましょうということですね。でね、別にその大げさに考える必要なくて、例えばね、会社の商品で ABCD という商品がありましたと。で、ABC は売れるんじゃけど、D がなぜか売れんと。D がなんで売れんのか、ちょっと会社で会議してみんなで話し合いましょうやみたいな会議ってあるじゃないですか。これは課題の解決ですよね。大事なのは、D だけ売れてないっていうことを発見できる人。これが大事ってことです。課題を発見できる人。D は梅雨向けの商品なのに、梅雨のこの時期になぜか売れちょらん。これは何か問題があるんじゃないか、発見できる人ですね。 D はなかなか売れんね、うんそうじゃね、へえって感じで終わらないってことですね。なぜって思うことです。はい、次どんどんいきますよ。第3位、聞いたことない力いますよ。いいですか、フルモデルチェンジ力です。まあこんな言葉ね、僕が勝手に作っただけなんで、そんなスキルはないわけですけど、まあ言葉は違えど概念が似たような能力っていうのはこれからますます求められますんで、じゃあちょっとフルモデルチェンジ力説明しますよ。これね、一見ね、20世紀型スキルのように聞こえるんですよね。なんか変化対応力とかそういう風に聞こえると思うんですけど、そんなレベルじゃないです。それってマイナーチェンジじゃないですか。フルモデルチェンジですよ。フルモデルチェンジする力がこれから必要になるってことを言いたいですね。要はね、何が言いたいかというと、一言で言うと、皆さんの過去の成功体験などを全部今日から捨てられますかってことです。これね、簡単じゃないですよね。子供で言ったらね、なんかこう過去にもらったトロフィーとか賞状とかね、御所を大事にね、大人になってもこう飾っとる人おるじゃないですか。これはこれでね、自己肯定感高まって大切だと思うんですけど、言い方を変えればですね、過去の栄光にすがっとるいうことなんですよね。いいですか、ここ大事なんで誤解を恐れずに言いますよ。これからの時代は過去の成功事例ほど邪魔になるものはありません。これほど厄介なものなくて、例えばね、フィルムカメラがあった時代の次にデジカメが来たじゃないですか。これでも世界企業のコダックという会社は時代の波に乗れずにですね、2012年に倒産しちゃったんですよ。これでも同じフィルムの富士フィルムはですね、アスタリフトという化粧品を開発して、そっちにシフトしたんですよ。フルモデルチェンジですよね。ちょっとデジカメをどうこうするとかじゃないですよ。フィルム会社が化粧品ってフルモデルチェンジしたんですよ。実はね、株価も今も伸びてるんですよ。わかります、この違い。過去のね、成功、まあコダックだったらね、フィルムの技術すげえの持ってたじゃないですか。だからその成功を捨てられないんですよ。店舗も容器持っとるじゃないですか。もう捨てられないんですよ。
でもデジカメってプリンターで印刷するだけじゃけん、もしくは印刷線でパソコンに保存しとくだけじゃけん、もう店舗いらんのんですよ。これです、フルモデルチェンジ。ドコモの社長も言いましたよね、2030年にはドコモって携帯売りよった会社じゃなかったっけって言われたいっていう風に言ってましたよね。 i モードでねブイブイ言わしよった頃があったわけですよ。でも今じゃね au とソフトバンクにもね営業利益抜かれちゃって業界3位になっちゃったわけですよ。2026年までに店舗3割減らすって発表しましたよね。もう社長はですね、もうできた料理を食べるのはもうやめますってね、具材からちゃんと探して料理しますって言ったんですよね。これ結構踏み込んだ発言じゃ思うんですけど、ここで言うできた料理いうのはですね、昔ね NTT っていうのは国営のビジネスだった、民間じゃなかったんですよ。国営じゃったんで、そのビジネスの名残のことを言ってるんだと思うんですけどね、すでに出来上がった料理っていうのは。 NTT っていうのはね、日本テレグラフ&テレフォンの略なんですけど、国営企業だった頃はね日本電信電話公社いう名前だったんですよね。日本電電って言われてましたけど、そこからね1985年に民営化したわけですよ。おいでもこれからね2030年に向けてドコモって携帯の会社じゃったよねって言われたいがためにですね、新規ビジネスいっぱいやってますよね。自転車のシェアビジネスしたり、メタバース参入発表しましたよね。法人ビジネスをサポートする事業も立ち上げるって言ってましたね。あとは D ポイント持ってますからね。まあ D ポイント持っちゃるけん、やっぱね決済システム持ってる会社だと強いですね。 OMO ができますので、 OMO っていうのはオンラインマージズオフラインって意味なんですけど、まあオンラインとオフラインのビジネスの融合ですね。 OMO って言葉はぜひ覚えておいてください。話変わりますけどね、収穫加速の法則って言葉があって、過去10年の変化があるから今後10年間もこういう社会だろうじゃなくて、これからの時代は過去10年間の変化が今後1年で起こりますよっていう意味なんですけどね。文明の進化はこう加速度的にね伸びていくっていう法則なんですけど、例えばね僕はねこれ概要欄貼っておきますけど、今後消えてなくなる職業ワースト7っていう動画をね100万回再生おかげさまでしていただきまして、でここで陽気来るコメントがあるんですよ。この中で倉庫作業員の仕事はなくなるって僕言ってるんですけど、そしたらですね倉庫作業員の方からもうこの仕事なめんなよとコメントが陽気来とんですよね。実際にそのカオスだし、人ごらえのどうにもならんし、友村さんあんた実際倉庫で一回働いてみたら分かるよ、現実分かるけんみたいなことでねいっぱいコメント来るわけですよ。気持ちは分かります、まあ、働いたことない僕にそんなね苦労も分からずに言われたらねムカつくと思うんですけど、でもですね世の中にはですね今見てもらってる映像みたいな、これオートストアっていうんですけど、テクノロジーを使ってですね世界中の工場をこういうふうにオートマチック化して人がほとんど働かんでもええようにしようという野心を持ったベンチャー企業がようけおるんですよ。でもこういう情報を知らなかったら、過去5年間10年間自分の働いとる工場はこんな感じでアナログじゃけん今後も大丈夫じゃろうっていう発想になるんですよね。でもある日皆さんが働いてる工場の経営者がちょっと設備投資でこういうシステム導入するわって言って急に仕事がなくなったりとか、もしくは皆さんの会社の工場が導入しなくても皆さんのライバル企業の会社の工場がこういうシステムを導入して経費が一気に削減できてですね、その煽りを食って皆さんの工場が倒産したりとか、それ可能性ゼロじゃないですよね。いいですか、工場だけじゃないんですよ、これからもね変化が加速度的に起こっていくんですよ。そんな時に昨日までの常識、昨日までの成功が180度ガラッと今日から変わるいうことがこれからたくさん起こってくるんですよ。その時にビビるんじゃなくて、フルモデルチェンジを当たり前のように行うためにはこれ心構えが大事なんですね。そういう変化が起こるということが大前提で生きていくことが大事ってことが言いたいです。そういう心構えを持っとかんにはですね、フルモデルチェンジが毎回起こったらもう多分メンタル持たないんですよね。プライベートでも仕事でもカルチャーショックがこれから起こり続けますんで、はい、今日から外国人労働者と一緒に働いてもらいます、英語勉強してもらいますとか、はい、今日からうちのこの部署は消滅しますとか、はい、今日からうちの会社は社長が変わりますとか、はい、今日から業務の半分はテクノロジーに任せますとか、はい、今年からフォークリフトの社内のコンテストを廃止してプログラミングコンテストをやります、ちょちょちょ YouTube 撮りよるけ、ちょっと行っとって向こうに、もう閉めとってどう、もうちょっとそこにおってもいいけど喋らんでよ。今のねプログラミング検定にしたっていうのは実際これ大塚グループの子会社がやってることなんですよ。こんなレベルの変化がですねこれから山ほど起こっていくんですよ。いや絶対当たらないよ、閉めとって閉めとって。そんな時にですね20世紀型で言われてるような変化に対応する力をつけましょうとか言われても厳しいですよね。そんなんじゃ間に合わないんですよ。劇的な変化が起こっても昨日の成功を全部捨てて動じないメンタルが必要なんですよ。フルモデルチェンジ力ですよ。でもこれって別に難しいことじゃなくて、要はフルモデルチェンジせんにゃいけんって事前に思っとくだけなんですよね。大地震が来るっていうのもそうですよね。大地震が来るという前提で生活しておくわけですよ。変化に強くなりましょうとかそういうレベルじゃないっていう話伝わりましたかね。過去の成功を捨ててこれまで野球選手としてやってきたけど今日からサッカー選手になる、そんな日がこれからしょっちゅう来るっていうことです。会社を経営しとる人であれば売上の柱もですね今この商品一つに頼ってますとかそういうのも危険ですよ。ビジネスのポートフォリオっていうんですけどね、いっぱい持っておきましょうっていうことです。はい、第2位、これはですね
一次情報収集力です。ちょっとすいません、なんか子供が陽気。この力もですね、僕自分の動画の中で過去の動画で何回も言ってるんですけど、ネット上で二次情報三次情報が飛び交う世の中じゃけん、だからこそ一次情報、つまり自分が体験した情報を知恵としてアウトプットしてる人が強いってことです。一次情報持っとったらこれどうなるか、これ簡単です。答えはですね、発言の影響力が増します。どうですか皆さん、発言の影響力持ちたくないですか？例えば社内でね、何かプレゼントか発言するじゃないですか。それでもうみんなにうーんって首がかしげられるより、あーさすがええこと言うわってね、言われたいですよね。他にも自分がいつも言えることを全然聞いてくれるのに、ある日なんか自分のムカつく上司が言ったら、その時は周りの人がみんな聞くとかね、おいなんで俺が言ってるのと同じこと言うのに、なんであの上司だったら言うこと聞くんないで、そういう経験あると思うんですよ。これね、違いね、もう簡単ですよね。経験値の差なんですよ。一次情報を持ってる差なんですよ。一次情報を持ってる人が話すと説得力が増すんですよ。全く同じ話をしても、社内だけじゃないですよ、取引先相手もそうですよね。特にフリーランサーの人とか、会社の看板がない人とか個人事業主の人とかね、自分の発言に影響力持ちたいですよね。なかなか信用してもらえるんじゃないですか。そんな時に一次情報を持っておきましょういうことです。どういうことかね、ちょっと具体例あげますよ。例えばね、富士山にこれからね初心者として登ることになりましたと、登山することになりましたって時にネットで情報をググるじゃないですか。その時に富士山に登る時は、まあ初心者だったらこういう装備を用意しましょうってありきたりなことを書いてるブログと、初めて素人の俺が富士山に登ってみて感じたこと、必要な備品についてみたいなブログがあったら、どっち見ます？後者でしょ。それはやっぱり体験してるからなんですよね。例えばね、僕も登ったことあるんですけど、素人なんですけどね、富士山の頂上に登って高山病になったんですよ、帰ってきてね。でその時にいろいろ経験があるわけですね。体験して、ああなるほどなって、こういうこと素人気をつけなきゃいけんなっていうのがあるんですよ。例えば水がね、6合目7合目8合目って上がっていくと、水の値段がインフレして上がっていくんですよ。で最後の方の8合目9合目だったら、水の値段がねなんか2000円とかなってるんですよ。ぶち高いんですよ。だんだん上がっていくって僕知らなくて、途中からね我慢しとったんですよ。高いな、なんでもこのぼったくってみたいな思ってて、当時金なかったん で水飲まんかったら、下山した時にもう頭痛がして高山病になってしまったんですよ。で高山病って降りる時になるんですけどね。で降りてなって、それからね数日間続くんですよ。頭痛が止まんないんですよ。まあ大変なもんなんですよね。ということがあって、しっかり水分は取らなきゃいけんっていうこととかもう分かったんですよね。喉が渇いたけどちょっと我慢しようとか、そういうレベルじゃダメなんですよとかね。っていうのは、例えば登った人の体験談として話せるじゃないですか。他にもね、スターバックスにはね、高級店のロースタリーっていうのがあるんですよね。日本にも目黒にあるのかな、1店舗だけあるんですけど、それってね、もうね何時間も並んだりしてなかなか入れなかったりするんですけど、それがどんなところかなってね、体験した人の話って価値があるじゃないですか。僕はスターバックスの本拠地のシアトルでロースタリーの1号店に行ったことがあるんですけど、僕は1号店のロースタリーに行って、1号店のロースタリーがどんな雰囲気かとか知ってるんですよ。そうすると、ロースタリーがどんなところかって話した時に、日本のロースタリーを知ってる人とスタバの本拠地の1号店のロースタリーの話するとで、価値が変わってくるじゃないですか。他にもですね、Amazon の無人コンビニを試してきましたっていう動画ね、これも概要欄に貼っときますけど、こんな動画上げてんですけど、これってネットでググった情報って簡単に出てくるんですよね、Amazon の無人コンビニのシステムとかって。でもそれだけじゃなくて、僕はそれを体験しにシアトルに行ってきたんで、なるほど、普通の人がブログで読んで、ああこれって便利だねっていうのと、僕は体感としてどれだけ便利かっていうのを僕は体験、経験値として知ってるんですよ。そんな上で、日本のコンビニの未来はこういう風になりますよって僕が知恵として話すとですね、話の価値が変わってくるの分かりますよね。一次情報を僕は持ってるから。そういう風にですね、特にフリーランサーの人に注意して聞いてほしいんですけど、やっぱり自分の発言力を持つためにはですね、自分がね何かの専門家として歌ってるじゃないですか。その専門家としての一次情報をどれだけ持ってるかってことは大切にしてほしいんですよ。ちょっとなんかすいません、ね、声が枯れてきてしまうて、なんか声のなんかあれが変わってきましたけど、すいません。とにかく今自分が話しよる話がネットで拾ってきた二次情報三次情報じゃなくて、それあんたの知恵なんほんまにっていう、あんたが体験して得た知恵なんっていうことが相手に伝わるかどうかってことです。はい、それでいよいよ第1位っていうところですけど、ごめんなさい、もうちょっとねまた喉がねなんか限界じゃけん、ごめんなさいね、また次にしますということで、第1位の発表をじらしてすいません。次回の動画で話しますんで。それで次回の動画はですね、第1位を発表した後に、ところでですね、真っ先に失業する人ってどういう人かっていうのを、これ一つ挙げますね。もうこういう人はもう一番に失業しますと。それで最後にですね、4つのスキルを聞いた上で、今日から何をすればええんかいう話。これね、もうこれもね、一つやること決まっとんですよ。絶対これね、絶対これやってほしいっていうのがあるんですよ。4つのスキルをすぐ取り入れることじゃないんですよ。ということで、僕の動画はいつものようにですね、動画を聞いた後で、つまりどういう行動すればええんかというところまで話して終わろうと思ってますんで、すいませんね、なんかいつも中途半端な感じで終わってしもうて。ということです。今日は以上です。じゃあね、バイバイ。